あーなんかサンバカ感すごい。ちょっと待って、なんかロトロト来たけど。お、クラベル先生。もしもし、私クラベルです。今お時間よろしいですか？よろしいです。お元気そうで何よりです。早速ですが本題に入りましょう。この度お電話を差し上げたのは、名誉あるチャンスが訪れたからです。一種地方のブルーベリー学園をご存知ですよね。あー来たー、青の円盤のやつ。知りません。おや、林間学校でご一緒したと聞きましたが、ゼイユさんとスグリ君がブルーベリー学園に通ってるんだよね。私の古い友人がそのブルーベリー学園で校長先生をなさっておりまして、交換留学生としてぜひ迎えたいとおっしゃっています。広い世界を知ることができる絶好の機会だと思います。何事も挑戦ですからね。ただ一体なぜご指名なのか、一度彼にお会いして真意を聞いてみましょう。ファンキー、私もついていますのでご安心を。もろもろのお返事は直接校長室でお伺いしますので、後ほどいらしてくださいね。おっと、まだ林間学校が終わっていなければ、一区切りついてからで構いませんよ。お忙しいところ失礼しました。それではお気をつけて。何その意味深の点点点点点は。はい、ということで改めて、コンメリー青の円盤に間に合わなくて焦っているアストパネメリエです。それでは早速続きやっていきたいんですけど、まだまだ緑の仮面が終わってないので、ちょっとね続きをやっていきたいと思うんですけど、スグリ君がね、なんかお面を持ち出してトモッコペラザに向かってしまったということで、もう完全にちょっとスグリ君がね闇落ちというか暴走してるんで、どうなってしまうのかなという感じなんですけど、早速ねちょっとやっていきたいと思います。手持ちがマグカッパ、マグカルゴとオテチ、ソチャデスがブレインパスパスサラランキリスっていうメンバーなんですけど、まあここら辺はね何回も切り替えて、いろんなポケモン入れ替えてねやってるので、またねそんな感じでやっていきたいと思うんですけど、早速向かってみましょう。マグカルゴがさ、すごいよねこの 3D の感じ。この熱い熱い、めっちゃ熱いめっちゃ熱い。このさマグマの感じ、この甲羅の部分のさマグマももちろんなんだけど、この体内のさところがさ、こうマグマがみなぎってますよみたいな、なんかマグマが流れてますよみたいな、モワモワモワってエフェクトがかかっててね、めちゃくちゃ、あやば、かわいいめちゃくちゃリアルでね、すごい 3D いいよねめちゃくちゃアップじゃあ早速やっていきましょう。ちょっとその前に、今期間限定で不思議な贈り物が来てるので、ちょっとねそれを受け取ってから行こうかなと。ワクワクするねやっぱりこれ、何回も何回見てもね。マスターボール来たー、めちゃくちゃ嬉しいね。てかまださストーリー全然さ終わってなくて、マスターボール自体今回初めてじゃないもしかして。来たー、ダークライダークライ来ちゃったんだけど、ダークライ俺持ってなかった気がするな。持ってたかな、今までのシリーズやった中でどうだったかな。来たー、色違いのルカリオだよ、ちょっとテンション上がるよね。あ、図鑑登録。波動ポケモン。鍛えられたルカリオは波動を使い、1キロ先に誰がいるのか、どんな気持ちかさえもわかる。あー、便利だけどなんか、鍛えないと結構自分にストレスかかりそうな、モルハの能力みたいな感じする。すごいね、でもね。わー、いいね。かっこいい。オッケー。
今までさ、不思議な贈り物さ、ちゃんとやってなかったから結構逃しちゃってるんだよね。でも、しょうがないね、そこは。あんまりインターネットにね、つなげないでやってたから。じゃ、見ていきますか。どこおる？あー、いたいた。ちょっと強さ見てみよう。かっこいいね、やっぱダークライは。身長、ちょっと微妙な性格だけど そこはね、ミントとかでなんとかなるんで、つけとこう。あれ、つけられないのか。あ、つけられた。これ多分後々、なんか増えそう。あれだよね、能力値見るの増えるよね、多分ね、ストーリー進めれば。今ちょっと見れないけど。え、待って、レベル何？ 75？ めっちゃ強い。ルカリオ。まあいいね、黄色いルカリオも可愛いね。よし。コンメリー、アソバネメリエです。それでは、ポケモンやっていきたいと思います。いや。マグカルゴのこの横この噴出口みたいな穴初めて見たかも。だいたいどのさ、イラストとかでもさ、炎が吹き上がってるところばっかりだったから結構貴重じゃない？この穴。こんな合ってるんだね。それじゃあ早速行ってみましょう。スグリ君をね、追いかけるということで、早速ちょっと向かいたいんですけど。え、なんかキラキラしとる。え、これ何？え、ちょっと向かってみようかな、キラキラ。一応行ってみよう。トモッコプラザ。ちょっとまだ喉の調子が悪いので、飴舐めながらですけど、やっていきたいと思います。何このキラキラ。めちゃくちゃ気になる。一文字。一文字いいね。ちょっと待って。あ、待って。ムックル。ちょっと逃げて。一文字？一文字どこ？こ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 こ？ピンポイントだな、めっちゃ。あ、おたちかわいい。ちょっと修行編しようかな。あ、してまして、捕まえてないんだ。捕まえようかな。捕まえようか。なんか色違いが出てくる可能性ありそうなんだよな。まぁ、ちょっと一回、捕まえよう、普通に。うん、あくびで。眠らせて捕まえよう。かわいい。いけるかな。うわー、ダメだ。よし、これで眠らせて捕まえよう。ウェー、意外とダメ。え、こすいたらやりそうだもんな。頼む。オッケー。一文字ゲッチュ。ろうそくポケモン。明かりを灯して道案内をするように見せかけながら生命力を吸い取っている。怖いよね。結構ね、一文字もシャンデラも。すぐ生命力吸ってくるからな。もしゃん。あ、かわいい。え、ちょっと、粘ってみようかな。色違い出てくる可能性あるもんね。わかんないけど。ちょっとやってみよう。ちょっとしばらくやります。え？よし。結構このマグカルゴが走る絵かわいい。え、この勝利した後のマグカルゴめちゃくちゃかわいくない？めちゃくちゃかわいいけど。めっちゃいるよ、人もし。たくさんいる。かわいいね。
かわいいね、トモシ。あー、終わっちゃったっぽいな。結局色違いは出なかったな。え、ここも気になるんだけど、これってなんか、何なんだろう。この金ピカは、金ピカのやつって何なんだろうな。え、こっちもあるよ。え、一文字ばっかり。そういう、あれ？そういう日？まあ、ちょっとすっくりくんとこれ行こっか。さすがに。いや、色違い欲しかったな。会いたかったな、色違い。すぐりくん、久しぶり、すぐりくん。闇落ちすぐりくん。何ですか？何してんの？二人は知ってるよな。本当は悪くないってこと。悪いのはともっこたちなのに、みんな鬼様を抜け者にした。知ってたんだ。姉ちゃんたちも同じだよな。もう目が怖いんですけど。めちゃくちゃ目怖い。俺をのけ者にして内緒で鬼様と会ってた。でもそれは昔の村の人たちと同じだよ。俺が鬼様のことどんだけ好きか知ってるくせに、表では知らんぷりして裏では俺のこと笑ってたんだ。違うって。優しさが裏目に出ちゃったな。嘘つき。どうしたの？俺と勝負して、お前が勝ったらお面は返す。だから勝負してよ。どうしても収まらねえんだ。一さついて全力でぶつかるから。まだちょっと完全に闇落ちしてないな。まあ、やっぱリンゴ食べてるようにしか見えない。もうヤンヤンマ、まあ、めっちゃ相性いい。行くぞ、マグカッパー。マグマ感すげえ相変わらず。悪いとは思ってる、でも譲らないんだ。その目怖いな。覇気を感じる。うわ、原始の力、謎の化石攻撃。まだ挽回できる。けっぱれ。なんかセリフと目が合ってないんだけど。これはパチパチさんでしょう。頑張れパチパチさん。いや、かわいいよな。スパークてかレベル低いな。やっぱレベル上げすぎたか。ぐらいか地味にきつい。そっちはですがでいくか。でもなんか闇落ちちょっとしたかなって思ったけど、まだなんか残ってるね。まだ大丈夫そう。熱湯のこの湯量すごくない？水の量半端ないな。カミッチュ来たな。どうしよっかな。あれカミッチュって草だけ？ドラゴン入ってんのかな。え、わかんないな。ブレイネで行くか、とりあえず。かっこいい。カミッチュ。ああ、そうだ、甘い香り。これは、無念の剣で行こう。やっぱドラゴン入ってるんだ。おや、オッケー。
やっぱ圧倒的レベル差 レベル差でいじめてるみたいになっちゃってる。ラランキース、いや、かわいい。ニョロゾ。このニョロゾはニョロトネにするのかな、それともニョロボンにするのかな。リーフブレード。見て。オッケー。でもニョロゾかわいいね。お、かわいい。あ、かわいいポーズ。うわ、また絶望してる。どうしても届かない。どうなっちゃうんだろう、スグリ君。うわあ、うわ、怒りの聖剣好き。はい、痛そう。痛、大丈夫。約束だから。ああ、そうだった。鬼様によろしくな。帰る。やばい、こじれそうだな、これ。いつもあんな子じゃないんだけど。男の子の思春期ってなんか怖くない？怖かった。だよね。経験ないし参っちゃうわいや、いいキャラしてるな、なんかやっぱりゼイさん。え、何？え、何？え、なんかすごいかっこいい曲流れてる。なんかだいたいすぐりくんニアピン、ニアミス、ニアミスしてるよね、こういうイベントに。なんなの？ええー、ともっこ？この、このなんか、残念そうな BGM。あー、なんかサンバカ感すごい。生きてたんだ。ずっといたってこと？像の中に。マジで？何、封印されてたのかな？気になる。え？え？ヌンダ、泣き声かわいい。ヌンダウル。マッシッキャ。キチチチチチチ。ヒソヒソヒソ。悪だくみしとるで、これは。あ、これはよからぬ予感。なんなのよ。え、なんかこれでもさ、村の人たち見たら英雄の帰還みたいになるわけでしょ。まあ、なんかまたこじれそうだな。そしてすぐりくん、毎回マジでこういうイベント、合わないな。ともっこ？トモコかも。3匹揃ってたし、悪い顔してたし。眠ってたんだ。生きてたのかな、生き返ったのかな。生き返ったって言うとさ、なんか鳳凰のあのエンテステイクン来航って来航的なね感じするけど、どうなるのこれ。追いかけるよ。どうなるのこれ。ゼウさん足早っ。